力があることで勢いをつけてくれるという必要もあるので、はい、スタートで全ていい選手を使うっていうのが全て正しいかといったらそういうわけでもないんですよね、はい。こちらはゴールキーパーランゲラック、野上、三国、川面の最終ライン、稲垣、椎橋の斉藤、三木のダブルボランチ、そして右にこの夏加入しました松村。ベルディのキックオフで試合が始まりました。斉藤から下げて林からロングフィード、ターゲットはソレム、ソメノです。大きなボールでしたが空中戦が続いて、セカンドボールどちらになるか。うまく前を向いた山岸、谷口が詰めていまして、これリフレクション、中山が回収、横パス、椎橋から野上です。中山、そして菊池、菊池のクロス、パトリックだ、パトリック、新加入菊池からパトリック、またしてもパトリックが決めました。これで3試合連続ゴール。落ち着いてましたね、勢い乗るブラジリアンストライカーです。スルッと本当抜けましたよね、今このタイミングで。あ、ないですね、両サイドがウィングバックがちょっと落ちてたことでオフサイドじゃないですね。ちょっとね、中央だけが前に出たことでこうギャップができて、自分たちはちょっとねラインを上げてオフサイドだと思ったんだと思うんですけどね、はい、もうパトリック選手もここで前に入り込んで本当落ち着いて決め切りましたね。林の折り返しというところでしたが、先に野上が触りました。ここで前半終了のホイッスルです。さて後半エンド変わります。左エンド東京ヴェルディ、右エンド名古屋グランパス。1点リードの名古屋から後半が始まります。そうですね、ここはうまい形を落としていると、はい、木村からのスルーパス、大永、山田風紀、山田風紀、高速カウンター、パリから戻ってきた山田風紀。そうですよね、ここでしっかりターメンを作れて、小永選手も走り続けてるんですよね。でここですよね、ここがちょっとどうか、ダイレクトで出したんでオフサイドになるかならないかのところですよね。ここをしっかりいいボールを流し込んで、ここはもう中を見ながら、まだ遅れていることを確認したらもう自分で行くことを決めて、ニア上ですよね。シュートは本当、はい、あ、今ニクラシシ左手を挙げました、オフサイドです。山田風紀のゴールは認められませんでした。斉藤光介、そして山見もワンタッチ、谷口、クロスボール、ヘッドだ、ソメロのヘディング、今のは、ね、高さ出せると。さあ中山、右足入れてきました。いや、今のはいいボールなんですけどね、ちょっと山口選手が待ってしまってますよね、はい、ゴール前に点を取るなら入っていかないといけないですけどね、自分の高さで勝てるっていうところもある分止まってますね。さあ椎橋、考え変えてイーグル方を選びましたね、はい、スルスルと抜けてきた、ランゲラック出てきた、なんとかクリアしました。三国、新井が切り込んでくる、砂島判定、ここで長いホイッスル、試合終了、1対0。前半の立ち上がりにパトリックが決めたゴールを。